始まりました、カモミールチャンネル。私がハルピョンです。なんか来ましたよ。さあ、改めまして始まりました、カモミールチャンネル。私が安田美沙子でございます。よろしくお願いします。お願いします。ポッチャマです。ポッチャマ、ポッチャマ、何ポッチャマ、ポッチャマって何？ポケモン。知らんねん。151匹しか知らんねん、おっさんは。昭和生まれの人はだいたい151匹までしか知らへんねんか。そうなんですか、うん、ポケモン言えるかなっていうのがあったんですけどね。まあまあ、そんなんいいんですよ。さあ、今日は何をするかと言いますと、じゃじゃーん、マクドナルド図鑑。はい、マクドナルド図鑑。あ、そっくりじゃないですか。そっくりですね。誰とは分からないですけど、そっくりだなと思いますね。いや、もう別にいいんですけど、モノマネとか何でもいいんですけども、それあの前回、ハッピーセット頼んだ時についてきた景品っていうか、なんていうんですか、それは。おもちゃじゃなくて図鑑を選んだっていうね。はい、まあそもそもハッピーセット大人が頼む時点でおかしいんですけども、はい、まあそこはもう置いておいて、確かに図鑑をね、小学館の図鑑って書いてありますか。そうですね、小学館の図鑑で。なるほど、なるほど。なるほど。何をするんですか、それは。その中には、はい、なんかマクドの歴史とか、ハンバーガーの種類とか、いろいろ書いてるんですよ。面白くないやろ、それ。これがまた面白いんですよ。クイズが載ってたんですね。ああ、なるほどね。だから出発しますわ。弱そうな企画なんで、はい、どうぞ続けてください。だから、はい、この10問ぐらいクイズあるんですけど、はい、それちょっとね、ドライブがてらにやっていこうかなっていう企画です。お父さん元マクド店員やから、全部正解して当然やと思うんですよ。17年前とかじゃないですか。初めてアルバイトしたのが私マクドナルドなんですけど、でも言うて半年ぐらいしか働いてなかったかもしれない。ちょっとガタ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 言ってるかもしれないですけど、うん、ご了承くださいね。ごめんなさいね。すみません、道が悪い。これは整備しろ。いや、そんなこと言わんでもない。なんでちょっと乱暴なんですか。バイオレンスな、ちょっとなんかそういう色を出していきたいみたいな。ええ、ないですよ。ないよな。では第1問。もうやるんやね。はい、マクドナルドのクイズね。はい、全問正解したら、はい、私がマクドおごってあげます。いや、いらないですよ。マクドそんな頻繁に食べたらダメですか。はい、じゃあ第1問。はい、日本のマクドナルド1号店ができたのはどこ。おう、1、東京。ああ、2、大阪。ああ、3、名古屋。え、普通に考えたら東京かなと思うんやけど、はいはいはい、なんか名古屋ってのが気になるんで、はい、名古屋にしときましょうか。ブブー。何ですか。東京でした。普通かい。普通やん。これ考えてください。これ、うん、ハッピーセットですよ。うんうん、子供向けですよ。はいはいはい、はい、そんな子供が名古屋とか言うわけないじゃないですか。いやいや、子供は安易な考えなんで。いやいや、子供舐めすぎやし、印象悪いですよ、あなた。やめた方がいいですよ。あと名古屋の人に謝った方がいいですよ。すいませんでした。はい、すいません、本当に申し訳ございません。はい、ということでマクドおごるのは失敗ということで。失敗ね。マクドチャレンジ失敗。大丈夫ですよ、はい。はい。必要なかったんで。はい。第2問。はい。面白いね。日本で初めてマクドナルドが登場した時のハンバーガーの値段は1、80円、2、100円、3、150円。初めて80円じゃないですか。ピーポーン。あー、ちなみに当時のラーメンは1杯180円程度と言われています。やっとしたらちょっと高いですよね。結構高価なものだったってことですよね。なるほど、なるほど。では第3問。はい、マクドナルドのハンバーガーに使われている肉は次のうちどれ。何。1、豚肉。はい、2、牛肉。はい、3、鶏肉。牛肉。正解は牛肉でした。はい、はい、そうそう、それはもう知ってますよ。マクドナルドのハンバーガーにはつなぎを使わない牛肉 100% のビーフパティが使われています。うん、なんかね、昔ミミズの肉とかいう噂もね、回ってましたけど。あー、言われましたね。あんなミミズなわけあれへんからね。確かに。ミミズ取る方が大変やからね、そんなね。では、第4問。はい、何問あるんですか、ちなみにこれ。12問あります。あー、なるほど。ネタバレ嫌な方はね、ここで引き返していただく。いや、ネタバレとかないね。いや、これ欲しい方いるかもしれない。ハッピーセット、私買おうと思ってたのにってやつおる。映画みたいに。そう、映画みたいな感覚で待ち望んでる人おるんかな。いるかもしれない、ね。ほんま、ほんまに。じゃあ、ネタバレね、しちゃうんで、ここからはね。はい、もう知ってるんですけどね。では、第4問。はい。マクドナルドのメニューに載っているのは、はい、1、ウィンク。2、ソング。3、スマイル。え、スマイルじゃない。ピーポーン。いや、実はそれは普通にすっと言っても、そんな当たり前やん。はい、はい、うん。5、マクドナルドのロゴマークの由来は、うん、1、M という英語の形、うん、2、笑顔の口の形、はい、3、アメリカの1号店のモニュメントの形。3やろ、絶対。絶対3ねん、そんな。3が具体的すぎんねん。正解。正解です。そうやね、絶対そうやね。知らんかったけど、多分そうなんやろ。では第6問、はい。日本独自のメニュー、照り焼きマックバーガーは、タイではどんな名前で売られているか。1、スモーポークバーガー。2、サムライポークバーガー。うん、3、忍者ポークバーガー。あー、忍者か侍かあれですね。いや、忍者。
ブーブー。何？サムライポークバーガーでした。あ、サムライかやっぱり。あ、ちょっと面白いなこのクイズは。ちょっと面白いかもしれへんと思ってきてるね。うん、なるほどなるほど。過ぎてください。ちなみにね、はい、香港では将軍バーガーとして発売されたこともあるらしいです。ブッシュのイメージがあるんですね。じゃあ第7問、うん。写真の道具は何かな？1、ケチャップをつける道具。うん、2、マスタードを振る道具。3、塩を振る道具。俺写真見えてない。運転しながら無理やんか。分からんから、はい、やめてもらっていい？赤信号やから見るわ一緒。赤信号やから見ちゃダメ。ああ、あかんの？ダメ。あかんの？どれでしょう？分からんで。じゃあ2とか言っとくわ、2で。はい。マスタード塗る道具。ブブーン。何だ、何だ。正解は、塩を振る道具でした。いや、だって見てないから分からんよな。では、第8問。はい、はい、始まる。ハッピーセットのおもちゃは、リサイクルされて何に生まれ変わる？うん、1、ストロー。2、ドリンクの蓋。3、トレイ。全部ちゃう？ブーブー。何？トレイでした。あ、トレイなんだ。中盤に差し掛かってきた時の引っ掛け問題で全部とかあるんかなと思ったけど、ないやね、それ。ないです。ストロー？何だっけ？トレイです。トレイね。あ、なるほど、なるほど。緑のトレイがリサイクルされたトレイらしいですよ。勉強になりますね、マクドナルドね。では、第9問。はい。ハッピーセットのおもちゃのネジの溝はどんな形？うん。1、プラス型。うん。2、マイナス型。うん。3、三角型。三角型とかにしてる。あ、なんでなんですか？溝が三角形の特別なネジを使っておもちゃを簡単に壊せないようにしています。なるほどね。安全のために考えられた工夫です。あ、素晴らしいですね、マグナマルさん、ね、素晴らしい、本当に。うん、OK ください。いや、無理やと思うよ。無理やと思う、こんな我々みたいな。では、第10問。はい。マクドナルドで働く人たちが学ぶために通うのは？ほう。1、フィレオフィッシュ大学。2、ハンバーガー大学。うん、3、テリヤキ大学。はいはいはい。4、中田敦彦、YouTube 大学。いや、そんなわけあれ。YouTube 大学？あっちゃんの？はい、さあ、今日も始まりました。エクストリーム現代社会マクドナルド編やれへんやん。ハッピーセット、ね、おい、中田とってやれへんやん。やる？書いてますもん。書いてへんやろ、絶対。書いてへんやないか。書いてへんわ。ハンバーガー大学やな。ピンポーン。ああ、それはそれ当たり前や、そんな。日本をはじめ、世界に7校あるらしいです。では、第11問。はい。マクドナルドのお店で働いている人をクルーと言います。そうやね。そのうちお客様にお店で直接案直接案お客様にお店で直接案内や諦めるもん諦めた方がいいんちゃうサービスをする人たちは何と呼ばれている？1、マネージャー。2、おもてなしリーダー。3、デリバリークルー。え、ほんまに知らんわ。そんな言葉なかった気するけどね。デリバリークルー。何？おもてなしリーダーでした。絶対それオリンピックに自慢できん。いけてないわ、全然。全然いけてない。でも、どっちにしろデリバリークルーだけはないでしょ。お店で直接案内する人ですか、ね、うん、確かに。おもてなしだけはないなと逆に思ったんよ、俺は。では、最後の問題でーす、はい。マクドナルドが支援しているドナルド・マクドナルドハウスはどんな施設？うん、1、勉強を教える学習塾。うん、2、食べ物の本がたくさん揃っている図書館。うん、3、病気と戦う子供のために付き添う家族のための施設。3ちゃう？そうです。そうやな。ちょっと最後の問題はちょっと。ちょっといじりにくい。いじりにくい。ね。終わりー。はい。大変素晴らしい施設ですね。結論、マクドナルドは素晴らしいっていうことで。私はほとんど食べませんけどね。はい、はい、というわけでマクドナルド図鑑でした。いやー、ほんまに面白かった。面白いでしょ。楽しめちゃったっていう。結構集中して読んじゃいましたけど、なんかあれやね、あれやね、ハッピーセットって思ってたけど、うん、結構大人がね読んでも面白いなっていう。しかもなんかハンバーガーが作られた年とか、ハニーバーガーは何年発売みたいな、うん、書いてるから、うん、なんか自分と同い年のハンバーガーが見つかるかもしれない。リーバイスと一緒やね。そうそうそう、リーバイスの501のね。私だったら1988年生まれですけど、88年生まれのデッドストックとかをね探すみたいな話ですよね、要するに。そうです、そうです、うん、絶対違うけどな絶対違うんやけど、まあでもそれと関係できるってことですよね。てな感じで今日の動画もこんなゆるゆるな感じで終わります、はい。いや、ゆるくない、ゆるくない。今日のはしっかりしてた。今日は比較的しっかりしてたわ、うん、そう言うと関東もう毎回毎回ゆるかったらもうあかんやんか。てな感じでね、チャンネル登録してない方はチャンネル登録ぜひお願いします。はい、急上昇乗ったんで調子乗ってます。調子乗らん方がいいよ。急上昇の恩恵一切受けれへんかったけどな、うん、ツイッターとかインスタもね概要欄に書いてるんでフォローしてね。はい、よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こういうの撮るからまたマクド行くことなんでね、あんた。え